別府明番橋は、大分県別府市大和鶴見にある東、九州自動車道のコンクリートアーチ橋。1989年の竣工当時は、東洋一と謳われた日本最長のアーチ士官を有するコンクリートアーチ橋であった。コンクリート腐食実験を行った明番地獄の湯の花小屋、奥に別府明番橋が見える、東九州自動車道の別府湾サービスエリアと、 別府インターチェンジの間に位置し、別府市郊外の有事国にかかる道路橋である、別府八湯の一つ、明版温泉に近接するため、周辺環境との調和、工事による温泉脈への影響などを考慮し、上地式鉄筋コンクリート固定アーチ橋が選択された。また、建設にあたっては、硫化水素と共産の温泉水が噴出する、共産性の土壌に加橋することから、 明番地獄の湯の花小屋にて10年にわたるコンクリート耐久試験を行うなど、第散、耐腐食対策を入念に行ったほか、補修にあたっては耐震補強が行われた。また、国内初となるトラス橋とカンチレバー橋の技術を統合したトラスカンチレバー工法とコンクリートアーチ橋の架橋工法の一つであるメラン工法を併用した工法が採用された。 アーチの美しい曲線と、長大な橋梁を支えるにもかかわらず、軽やかさを感じさせるデザインは、ベッ湾ワン等を借景とし、周辺の景観に調和した、苗番温泉のシンボル的存在となっている。1989年の土木学会、田中賞、1990年の国際プレストレストコンクリート連合特別賞を受賞している。2018年8月より、 所属が大分自動車道から東九州自動車道に変更された。また、雨天時に霧が発生し悪しばしば通行止めになることから、2000年から2002年にかけて下り線にボームネットを設置して、ノーム対策を実施している。また、2014年には耐震化のための補強工事が実施された。当項目及び、テンプレート出展。大分自動車道で最初に開通する インターチェンジ別府インターチェンジ間の中でも屈指の景観地である東橋は別府八湯の一つである明晩温泉に位置する。明晩温泉は別府八湯の中でも最も pH が低い pH2.5 の流光線を主体とするため土壌が温泉水や噴出する硫化水素により強酸性であることから鉄筋の腐食だけでなくコンクリートそのものの劣化への対応が求められた。 温泉水、硫化水素による問題は地盤にも広がっており、温泉による共産、熱水編成を受けた脆い地盤が周囲に広がっているのも問題となった。工事による温泉脈への影響を最小限にする観点も踏まえ、有事国に橋脚を置くことを避ける構造となった。その中でも、橋梁の耐酸性が最大の問題となった。以上の観点から、 別府明板橋の主橋は当時高速道路の高架橋として標準的な工法の一つであった RC 固定アーチ橋が選択されさらに北九州側に2景間連続 PC ラーメン橋を連続させる構造となったこれは建設当時東洋一の長大スパンのコンクリート橋であった工事は1985年9月に着工した戦術の通り 流化水素と流行線により、共産性の土壌となっている。この地域に、塩基性の鉄筋コンクリートを施行することは、酸塩基反応による中和を超えて、酸による腐食が進行する。これにより、鉄筋の腐食、ひいてはコンクリートそのものの劣化が起こり、強度が一気に低下してしまう。その対策のため、着工の7年前である1978年から10年をかけて、 腐食実験が行われた。実験では、苗板温泉で硫化水素が噴出する地域である、苗板地獄の湯の花小屋の一角を借り、そこに鉄筋コンクリート片を置いて、腐食に関連する因子の特定と定式化を実施した。解析の結果、コンクリートの腐食が土壌 pH と曝露期間により比例的に進行していくことが示された。これをもとに、耐用年数を50年として、 コンクリート量の設計を実施した。さらに、エポキシ樹脂モルタルを吹き付けることで、防食対策を実施した。この地域の土壌は、新生代第4期更新用の火山噴出物で、核戦石と奇跡を多く含有する、安山岩と、業界隠れ機岩を元岩とする。この両気岩が、温泉に由来する地熱で複雑な変質を受けており、特に、河橋地点の起点側の斜面は、 当初の地質調査の段階で、温泉による熱水変質を受けており、活動走行性が複雑であることが分かった。工事が進捗して、掘削がほぼ完了する時点になっても、想定の基礎岩盤が見当たらず、変質した年制度の周りに未変質の眼界が点在している状況で、予想以上に熱水変質を受けていること判明した。共産性の地下水位置の関係から、 これ以上、床付け位置を下げることができないため、この地盤が支持地盤として期待できるかどうかが、加橋工事の継続に対して大きな岐路であった。という、入念に土壌試験を実施した上で、加橋材料に合成構造メラン材を使用したトラス構造とすること、ほツヨシゲたとアーチリブの合成をほぼ等しくすることで、アーチアバット部にかかる反力の軽減を実現した。また、 土壌改良として、石灰コンガドの埋め戻しによる土壌のアルカリ化が実施された。また、アーチアバット部では土壌酸性度が非常に高く、腐食振興が大いに予想されるため、胴部の強度が要求される。一方で、大量のコンクリートを使うため、コンクリート造成時の自身の発熱、温度効果によるひび割れが想定された。そのため、ひび割れ解析を実施し、 発熱量の少ないコーロセメントを使用すること、レンコン水の一部をフレーク状の氷に変え、アジテーター車のドラムを冷やす等、セメントを摂氏17度に冷却して、試行を実施した。対策の結果、試行直後のひび割れ問題は起きなかった。設計に携わった坂手は、アーチアバット部のみならず、アーチ部や端からだのコンクリートのひび割れ、剪断力についても報告している。また、 設計にあたっては、温泉関係者、地元住民からの要求のハードルも高く、特に景観上のハードルが大きかったという。具体的には、温泉街から湯煙越しに、別府湾をめえむ美しい温泉上緒豊かな景観を、近代構造物により、より上級の景観を創造することが求められた。さらには、別府市街地、別府湾を挟んで対岸の大田市からも見えるために、 そのデザインの難易度が要求された。別府湾、高崎山を借景とし、周辺の景観に調和した、軽やかで優美な形態を持つ、アーチ橋とすることで、周辺景観と調和したデザインとなり、明板温泉の雄大なシンボルとも言える存在になった。また、別府明板橋のデザインは、協力景観設計における例として、事後の研究材料の一つとして提示され、 橋梁景観設計におけるキーワード選定の基準の参考にも用いられた。重要な諸問題を次々にクリアし、佳橋工事は実施された。直下に別府から10文字、原、塚原方面への観光ルートである国道500号が走行することから、交通及び観光に配慮した工事が実施された。採用されたトラスカンチレバー工法は、 トラス橋にカンチレバー橋の構造を導入したものであり、軽量化されたトラス構造とカンチレバー橋の片持ち張りの効果により、橋脚の島町を確保する利点があるという。また、メラン工法は、アーチ橋のアーチ部に,にメラン材と呼ばれる鉄骨アーチをあらかじめ仮設し、これをコンクリートで巻き立てる工法である。トラスカンチレバーメラン併用工法による架橋は、国内初という。 これにより、脆くなった土壌にアーチアバットが与える、反力が軽減され、脆い土壌での架橋に耐えられる、という。さらに、型持ち張り出し方式による架橋によって、コンクリート橋の、さらなる長大化が可能だという。しかし、建設後のアーチアバットの沈下が予想され、これによる橋体のたわみが問題となり、不安を残す形で、架橋工事は終了した。 1989年6月に竣工、同年7月20日に開通、供用開始された。加強後の技術評価について、コンクリートの腐食問題、土壌酸性化の問題、たわみの問題について解説する。硫化水素によるコンクリートへの腐食の問題は、加強後も日本道路公団、それを継承した西日本高速道路が、定期的に3から5年ごとの検証を行っており、 過強後1 2年経った2001年には日本道路、高段試験研究所にて大規模な検証が行われた。最も腐食が進むと推定された P2 橋脚で、採取したコンクリートを解析した結果、問題となるような腐食は進行しておらず、課強100年後も、本体コンクリートは、健全、との判断が下されている。西日本高速道路の大原による報告では、2014年に、 実施した p 3橋脚付近の埋め戻し土壌の pH 測定について、表土で pH7.7、土中で pH8.6 と報告している。土壌アルカリ化改良実施時の pH を11と見積もった場合、今後75年、すなわち建設から100年経った地点で土壌 pH が4以下になってしまう。そこで、工述する補強工事の埋め戻しの際、建設時と同様に、 石灰混合を実施、PH11 以上になることを確認して、埋め戻しを実施した。前校で述べた、たわみの問題は、設計段階、工事中のクリープ試験で確認されているが、最大の問題となったのは、アーチアバット部の沈下による、たわみ、特に長期クリープであった。完成後工事に携わった鹿島建設、住友建設主体の融資による、たわみ計測が2年後と、 完成14年後の2003年まで実施された。2003年現在で最終値の約80%のワー未量となり、想定範囲内に収まっていることが確認された。また、耐震補強工事においても、計測リサーチコンサルト社による光学的全視や歪み計測という技術を用いた計測が行われた。設計当時、設計水平深度0.2で設計されたが、 東北地方太平洋沖地震のようなプレート地震、兵庫県南部地震のような内陸地震に対する落橋防止、地震からの早期復帰ができるように2014年に耐震工事が実施された。しかし、大規模 RC 固定アーチ橋の耐震補強という実例の少ない工事でもあった。ファイバーモデル、両モデルを活用した耐震性能の調査等を行い、ねじりモーメントの算出を実施した。 その結果、軽管にかかるアーチリブ及び補強しげたを無補強とし、橋脚の施戦弾力、軸方向鉄筋部の耐震強化のみを強化することとなった。基礎への影響、思考条件の制約、景観の観点から炭素繊維シートによる補強が選ばれたが、これにも土壌 PH4 以下に耐えうる耐散性を求めた。これをパテやレジンを用いて、 FRP 化した CFRP による補強を実施した。補強しない部位に関しては、凍結防止剤散布の影響を減らすためのコンクリート、保護加工を実施し、景観を損なわぬようするため、その境界部を目立ちにくく塗装加工をした。工事に際しては、建設自動用に、国道500号や温泉地、加えて上部の高速道路にも配慮を払った工事が実施された。 耐震補強工事終了後の2016年に熊本地震が発生。4月16日の本震では、近傍の別府市鶴見で震度6弱、別府市転換で震度5強を観測。だいぶ、県側震源地周囲の大分自動車道の道路施設が被災する中、2016年5月25日付の西日本高速道路による被害復旧報告によれば、 ベップ板橋に関する著名な被害は報告されていない。大分自動車道大分道のノーム、雪通行止めも参照ベップ 1SA にて掲示されている、霧対策の案内。ベップ板橋を含む東九州自動車道の大分農業文化公園インターチェンジ大分 IC 間、大分自動車道の湯布院インターチェンジ、日出 JCT 間、日出バイパスでは、 別府湾からの空気が湾岸の上昇することで冷却されて水蒸気が凝結し霧が発生しやすい。国土交通省のまとめた要因別高速道路通行止め時間では別府名番橋が大分自動車道所属だった2015年度に u 布院インターチェンジに出 JCT 間の年間通行止め時間が約357時間となり災害 悪天候の部門で最悪となったほか、同率1位に大分県内の2室 JCT 周辺6区間、上下線の軽1 2区間がランクインしている。災害、悪天候部門では、第13位の九州道の約3倍、霧に限定すれば、第13位の山陽道の約30倍の通行止め時間となるなど、大分地方の霧、年間を通じて、 霧の発生回数が多い大分道などの区間と名指しされるレベルで霧通行止めがたびたび発生している。別府明板橋周辺区間では大分自動車道時代から防務対策として別府明板橋や日屋川橋などに2000年度より海側に防務ネット等が設置されているがその効果は限定的と評価されている。防務ネット等による対策工事後も 通行止めが相次ぐことから、2019年9月17日、大分市議会は国に対し、地方自治法第99条に基づく大分道、東九州道の濃霧対策に関する意見書を採択している、E10 等九州自動車道2室 JCT、別府1、SA、シック別府明湾京別府インターチェンジ、ありがとうございます。